個人的にこのサイバースクーターなんですけど、これスターウォーズに出てもそんな違和感ないかも。なんか1号目かと2号目かが揃ったみたい。いや、これかっこいいな。皆さんこんにちは、ジェイソン・オルゴブルだ。ひどいな。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターサイバードローンの続きになります。前回の動画でこちらのサイバードローンを組み立てました。個人的に思ってたより小さかったんですけど、機械らしいところがたくさんあってとても良かったです。今回の動画はサイバードローンをサイバースクーターに組み替えます。はい、サイバードローンの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではサイバースクーターに組み替えます。完成、サイバースクーターです。おー、かっこいい。まあ大きくはないんですけど、めちゃくちゃかっこいい。はい、全体はこのようになってます。おー、今回のサイバードローンなかなか優秀ですね。はい、近くで見ましょう。まずこちらが正面部分です。正面部分のこれなんだろう、キャノン砲かな。いや、これキャノン砲だったらかっこいいな。まあでもスクーターなので、これキャノン砲のわけないですよねけどこれ僕から見たらがっつりキャノン砲に見えます。はい、そして操縦席はこのようになってます。操縦席の作りもなかなか細かいです。ピンパーツでレバーが再現されてたり、あとはクリアパーツも使われてるので、これはなかなか再現度が高いです。はい、そして後ろはこのようになってます。後ろから見てこの尾翼が X 字になってるのがすごいかっこいいです。なんかこれ見たらスターウォーズの X-Wing ファイターを思い出します。個人的にこのサイバースクーターなんですけど、これスターウォーズに出てもそんな違和感ないかも。なんかスターウォーズでこういう乗り物ありましたよね、確かエピソード2に。あ、でもあれは車なので基本的に違いますもんねはい、続いて稼働範囲について説明します。まずこの正面のこのバーニアがボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。もうこのパーツ本当にキャノン砲に見えちゃうなそしてレバーはここがちょっとだけ動きます。ここが結構硬いんですよね。そして後ろの尾翼なんですけど、上の部分はこのようにヒンジになってますので、このように稼働して、下の尾翼はクリックがあります。はい、付属するミニフィグを乗せます。あ、乗せるって言ってるんですけど、基本的には立たせます。はい、こんな感じです。はい、そしてこのまま全体をぐるっと見回すとこんな感じです。いや、かっこいい。やっぱこのミニフィギュアサイバースクーターでもめちゃくちゃ似合います。ちなみにレゴマリオと比較するとこんな感じです。まあ大きさ的に言えばレゴマリオ乗れないですよね。前回のサイバードローンの時にも言ったんですけど、マリオよりちょっと小さい人が、まあ、乗るメカですね。ちょっと無理やりなんですけど、マリオ乗せるとあーちょっと倒れちゃう。あるのだ。とりあえず無理やりなんですけど、レゴマリオを乗せてみるとこんな感じです。あー、やっぱ大きさ全然合わないですね。前回のサイバードローンの時に銀河の賞金首乗せたかったんですけど、ヘルメットパーツに当たっちゃうので乗せれなかったんですけど、今回こちら立たせれるので、やっとこの賞金首を乗せることができます。では乗せます。おー、はい、乗せてみるとこんな感じです。あー、やっぱこれすごい似合うな。はい、そして前回作ったサイバードローンと並べるとこんな感じです。おー、かっこいい。なんか1号目かと2号目かが揃ったみたい。いや、これかっこいいな。で、僕個人的に思うんですけど、このレゴクリエイターもう一個買おうかないや、もう一個買って1号目か2号目か3号目かみたいに並べたい前回の動画でも言ったんですけど、このレゴクリエイター1個1200円もしますので、これはちょっと3つ買った方が
や、いいかもしれない。まあ大きさは若干一緒に見えるんですけど、サイバードローンの方がパーツ多いのと、あと尾翼の分もあるので、大きさ的に言えばサイバードローンの方が大きいです。ちなみにサイバースクーターを組み立てた時点で余ってるパーツはこちらです。はい、レゴクリエイターサイバードローンのサイバースクーターはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターサイバードローンをサイバースクーターに組み替えてレビューしていました。サイバードローンと全く違うところがあってとても良かったです。個人的に前回のサイバードローンで銀河の賞金首を乗せれなかったんですけど、今回はヘルメットパーツなどのあるミニフィギュア乗せられるので、これはかなりいいと思いました。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではこちらのサイバーメカスーツに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ。